断面は星型になっている、スターフルーツを添えた、フルーツサラダスターフルーツは、カタバミカゴレンシ属の常緑の木本、和名はゴレンコ、独特の形をした果実を食用にする。原産は、南インドなどの熱帯アジアで、東南アジア全域のほか、中国南部や台湾、ブラジル、ガイアナやトリニダード,ド・トバゴなど、カリブ海周辺、アメリカ合衆国のフロリダ、ハワイなど、 熱帯から亜熱帯にかけて広く栽培されている。日本では現在、沖縄県などで栽培が行われている。和名も英名も、由来は果実の横断面が五両星綿をしているところから来ている。中国語でも五連子というが、現在は洋桃が一般的。横断面が三角形に近い品種もあり、中国語で三連子という。酸味の強いものは、 サンミノルとも呼ぶ。インドネシア語ではベリンビンと呼ぶ。果実を食用にし、生食やサラダピクルス、砂糖漬けなどに用いる。味は薄く、酸味がある。水分が豊富な果物で、果肉は和なしに似た食味がある。食物繊維を多く含むのも特徴。熟するに従って果実の色が緑色から黄色に変わるが、 熟しすぎる前の少しだけ青みが残っている時期が果物としての食べ頃。サラダに入れて食する場合は完熟していない青い状態のものを用いることが多い。果実の色が緑色の場合、つくづくさせるため20度前後の室温で保存しておく。熟した後は冷蔵庫内で保管する。熟してくると果肉が柔らかくなるため表面にシワができやすくなる。 食べる際は、まず果実をよく水洗いする。縁の部分には渋みがあるので、まずその部分だけナイフで細く切り落とす。皮は非常に剥きにくいが、この部分も食べられるので、皮を剥く必要はない。野菜スティックのようにスティック状に切って食べる場合もあるが、輪切りにした方が、星型が楽しめる。東南アジア地区などで、塩をかけて食べることがある。台湾では、塩。 砂糖、レモン汁、肝臓などを使って漬け、熱湯を加えて作る洋桃もも湯という飲料がある。中国関東省などで、炒め物、スープなどの料理に使う場合がある。また、もち米に水を加えて吸った汁をかけて生食することがあり、甘みが増して感じられる。関東省中山市には、酸味が強く生食に適さない、酸味のるを切り、砂糖と生姜で煮て干した。 酸ミノル法という歌詞がある。乾燥時にゴマを振ることもある。型紙の葉と同様に微量な集酸子を含む。一般状況で健康な人体に接触された場合は、腎臓にてろ過され、体外に排出するから問題にはならないが、何らかの原因で腎臓の機能不全を有する場合は、体内に残された集酸が、体内血液中のカルシウムイオンと強く結合するため、 中酸カルシウム血石症になる可能性がある。神経毒であるカランボキシンを含んでおり、人工透析患者など、腎臓機能障害を持つ者が摂取すると、神経症状を発症する。ありがとうございます。